1904年の鉄道再建後のオーティスジャンクション駅。1900年のオーティスエレベーティング鉄道。オーティスエレベーティング鉄道は、かつてニューヨーク州パレンビルにあったキャッツキルマウンテンハウスの914ミ、mm、リメートル狂気工作鉄道である。その存在の最初の64年の間、キャッツキルマウンテンハウスはハドソン上のキャッツキルランディングからの長い駅場所だけがアクセス可能であった。 ホテルカエータースキルとの競争激化に直面して、チャールズビーチは、マニ島の壁の上まで一直線の工作鉄道を築くためにオーティスエレベーターカンパニーを雇い、カエータースキル鉄道によって役目が果たされた。1892年8月7日に開業し、路線は497メートルの上昇による延長2134メートル、34%の 最大縦断勾配及び12%の平均縦断勾配であった。1904年に道路線は短縮され、過台が除去された。ケーブルに引っ掛け機構を有する車両であり、山の上で特注の客車をケーブルで引き上げていた。システムのバランスを取るために2両の車両があった。車両は1892年にジャクソンシャープ車によって製造され、 各車両は75人の乗客が着席可能であった。車両はリッカーソン及びバンサントボードと命名された。小型の屋根なしで荷物車両は各客車の下り坂側に連結された。ケーブルはケーブルを駆動させる歯車のセットを回転させた2つのハミルトンコーリス蒸気エンジンによって牽引された。各エンジンとも 直径 304.8mm のボア及び 762mm のストロークを有していた。蒸気は2つのマニングパテントの垂直環状ボイラーより供給された。1つの車両が傾斜の底から上昇したように、他の車は傾斜の上から降りていった。トラックが2つに分割された途中に通過トラックがあり、その後再結合していた。これによって、 通過トラックの上下にセンターレールを共有していたため、車両が衝突することなくすれ違うことができた。オーティス鉄道及びキャッツキルマウンテン鉄道は、サミット駅でのキャッツキルタナーズビル鉄道及び、ジャンクション駅でのキャッツキルマウンテン鉄道の両方で、数量の貨車を交換可能としていた。貨車は、車両長6.71メートルであり、5、または8メートルトンの容量があった。 一つの車両は客車の元に連結して一度に運ぶことができた。有害者は、オーティス鉄道1、オーティス鉄道2、キャッツキルマ運転鉄道17、およびキャッツキルマ運転鉄道18。無害者は、オーティス鉄道3、オーティス鉄道4、キャッツキルマ運転鉄道15、およびキャッツキルマ運転鉄道16。運行中において、一つの貨車は、 屋根なしで荷物車両の下り側に連結することができた。オーティスジャイクション駅では、オーティスをキャッツキルランディング及び、ニューヨーク州パレンビル間の2 4トルの鉄道である、キャッツキルマウンテン鉄道に接続していた。上にある、オーティスサミット駅では、タナーズビルに8 4トル走行していた、キャッツキルタナーズビル鉄道に接続していた。 1918年に3つのすべての鉄道は閉鎖され、かつ解体のために売却された。2つの車両は今日まで生き残っている。鉄道が廃棄されたすぐ後、客車は現在ルックアウトマウンテン・インクライン鉄道を取り扱っているルックアウトさんに出荷された。ありがとうございます。